シマルズの本拠地ナショナルズパークです。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。今日はここナショナルズパークから大分対アリゾナダイヤモンドバックス3ゲームシリーズ2日目ゲーム2の模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。さあプレーボールです。大分ご覧のようなスターティングラインナップとなっています。サードを守りますゴリ、キャッチャーのバットタップマン、大分のスターティングピッチャーは通算500奪三振を数える菊池、まずは1回の表最初の攻撃はダイヤモンドバックス、先頭バッターはメルペロペス、現在4試合ヒットが続いています。ワンアウトです。菊池レフトライナーに打ち取りました。バッターエリック・バーンズ、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。現在打率は2割6分4厘、空振り、あっという間に2ストライク、2ストライクノーボール、直球打った、タップマン落下点に入った、掴みました、2アウトです。バーンズファールフライに終わっています。そして続くバッターはチャド・トレーシー、現在4試合ヒットが続いています。さあ初球ストライクから流し打ち、ショート取った、一塁へ、スリーアウトです。最後は内野ゴロに倒れました。1回の表が終わって0対0、まだ得点に動きがありません。ダイヤモンドバックススターティングラインナップが出ています。ダイヤモンドバックスのスターティングピッチャーは百勝投手トム・ゴードン、これから攻撃に入ります。大分今シーズン絶好調のイチロー、現在打率は3割2分7厘、さあ初球空振りから直球打った、さあ3球目1球外してボール、次が4球目、空振りストラックアウト、まずは先頭バッター三振に仕留めました。今シーズンは好調なバッティングを見せるリュウ、現在打率は3割3分1厘、さあ初球ストライクから内角ボール保った、ショート取った、2アウトです。リュウ内野ゴロに倒れました。さあ1球目決まりだ、ストライク、初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクからインサイド空振り、早くも追い込んでいます。ボール一つ外した、外角打った、さらに伸びていく、入った、第48号先制ホームラン、ナショナルズパークに叩き込んだ、スライダーを見事に捉えました。これでホームラン数に2本差をつけました。1対0大分1点先制、今ホームイン。そして次のバッターは鈴木、現在の打率は4割4分4厘、さあ初球ストライクからカーブ外れました、アウトサイドコーナー打った、掴みました、3アウトです。1回の裏が終わって1対0大分、まずは先制、ダイヤモンドバックス、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番クリス・ヤング、7月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在の打率は2割5分6厘、入りました、ホームラン、ホームランです、第15号同点ホームラン、ナショナルズパークに叩き込んだ。今シーズンは好調なバッティングを見せるジャスティン・アプトン、現在打点ランキング3位につけています。現在の打率は3割3分、どうだ、これはいったか、いったか、入った、第21号ソロホームラン、アプトンバッター際2連発初球を完璧に捉えました、貴重な一発を放ちました。そして今ゆっくりとホームイン、バッタートニー・クラーク、今シーズンすでに2本のサヨナラホームランを打っています。現在打率は2割7分4厘、さあ2球目外のボール球、セカンド掴んだ、ワンアウトです。クラーク内野ゴロに終わっています。バッターはミゲル・モンテロ、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。現在の打率は2割7分7厘、ファール、ライナーでスタンドへ、さあ初球ファールからインサイド高め打ちました、ショート取った、ツーアウトです。モンテロショートゴロに倒れました。バッターコナー・ジャクソン、現在の打率は2割6分4厘、サード掴んだ、一塁へ、スリーアウトになりました。2回の表が終わって2対1ダイヤモンドバックス1点リード、1点を追いかけます大分、今シーズンは
好調なバッティングを見せる今村、ストライク。まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから少し見送ってストライク、2ストライクノーボール。そして3球目内角低め打った、取りました、ワンアウトです。今村センターライナーに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せるマット・タップマン、現在の打率は3割2分6厘。ライナー三遊間抜けだ、レフト前に転がっていきました。タップマンレフト前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁、低めギリギリいっぱいストライク。さあ1球目ストライクからインサイド低め見送ってストライク、一塁へ牽制球を送ります。さあ3球目ボール1つ外した、ボール、ツーツーピッチから内角打った、ワンバウンド、ツーバウンドしてヒットになる。タップマン三塁を狙う、フリーマンダブルを放ちました。大分2者連続ヒット。さあ逆転のチャンスに沸ったミルズ、現在打率は2割8分6厘。そして2球目バスに見送ってストライク、1つ外してボール、外れたボール、ミルズよく選んでいます。そして5球目直球しました、右へ打っていったがこれは切れてファー、ミルズ粘ります。3塁へ牽制、第6球はボール、アウトサイドへの変化球。さあフルカウントから低め打ちました、モンテロ落下点に入った、落ち着いて取りました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。ミルズファールフライに倒れました。そして迎えるバッターは注目のゴリ、7月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在の打率は2割4分4厘、3アウトになりました。2塁3塁にランナー落ちましたが得点、ダイヤモンドバックス。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番リッキー・ウィークス、現在の打率は3割ちょうど。さあ初球ストライクからタップマン落下点に入った、ワンアウトです。ウィークスキャッチャーフライに倒れました。バッターはフェリペ・ロペス、現在4試合ヒットが続いています。低め見送ってストライク、初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクからショート掴んだ、2アウトです。ロペス内野ゴロに倒れました。バッターエリック・バーンズ、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。第1打席はキャッチャーへのファールフライ。さあ2球目ストライク、アウトサイドギリギリいっぱい、ワンストライクワンボール、スクリュー見送ってボール。さあバッティングカウントになって高め打ちました、ミルズ落下点取りました、3アウトになりました。最後はショートフライに倒れました。3回の表が大分、この回1番からの好打順、今シーズンは好調なバッティングを見せる一郎、これが2打席目になります。カーブはボール、さあワンボールからカーブ打った、セカンド掴んだ、ワンアウトです。一郎内野ゴロに倒れました。今シーズン絶好調のリュウ、最初の打席は内野ゴロ。4割2分1厘、ここでタイムを取ります。
番手としてマウンドに上がります。チェンジアップ見送ってストライク。さあ1球目ストライクからカーブ打った、ショート掴んだ、一塁へ、スリーアウトです。序盤3回を終了して2対2。さあ序盤から試合はこれから4イニング目に入ります。この回の先頭バッターはチャド・トレーシー。現在4試合ヒットが続いています。センター前クリーンヒット、トレーシーセンター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁。まずは1塁牽制、アウトサイドコーナー見送ってストライク。初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクからレフトの右にボールが上がっている、取りました。前の打席はホームランのジャスティン・アップトン。7月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在打率は3割3分2厘。さあ1球目ボールからボール外れました。そして3球目ストレート打った、手応えは十分か、入った、第22号ツーランホームラン。アップトン2打席連続のホームラン、甘い球をきっちりと捉えました。貴重な一発を放ちました。トニー・クラーク、今シーズンすでに2本のサヨナラホームランを打っています。最初の打席は内野ゴロ。さあワンボールから外のボール球打った、センター前クリーンヒット、クラークセンター前ヒットを放ちました。ダイヤモンドバックス2者連続ヒット、スクリュー外れました。さあ1球目ボールから外れた、ボール、一塁へ牽制、ストライク。さあバッティングカウントになって直球打った、ゆっくり構えて取りました。ランナー一塁に戻ります。次のバッターはコナー・ジャクソン。現在打率は2割6分3厘。スクリュー見送ってストライク。さあ1球目ストライクからスクリュー打った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトになりました。4回の表が終わって4対2、2点を追いかけます大分。今シーズンは好調なバッティングを見せる今村。アップワンレインギリギリいっぱいストライク。初球まずは入れてきました。さあ初球ストライク、ピッチャー左横飛びついた、破ったヒット、センター前ヒットになった、一塁へ、今村センター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー一塁。アウトサイドいっぱいストライク、一塁へ牽制球を送ります。さあ1球目ストライクから、ピッチャー取った、ランナー2塁に進みました。今日ヒットを放っているフリーマン、メジャー通算400本塁打まであと6と迫っています。現在の打率は2割9分4厘。強い当たり、ファースト掴んだ、セーフ、フィルダースチョイスが記録されます。バッターは8番ミルズ。現在打率は2割7分8厘。見送ってボール、さあボールワンから落ち着いて打つ、セカンド取った、フィルダースチョイスが記録されます。そして迎えるバッターは注目のゴリ。7月に入って早くも5本のホームランを放っています。大分逆転のチャンスを迎えています。さあボールワンから打った、バットのやや根元、ショート取った、大分1点返しました。今シーズン絶好調のイチロー、今日早くも3回目の打席を迎えます。初球流し打ち、ライナー三遊間抜けだ、大分あっという間に追いつきました。イチローレフト前タイムリーヒット。さあこれで2アウトランナーは1塁2塁。
クリス・ヤング、まだチャンスは続いています。ダイヤモンドバックス勝ち越しのチャンスを迎えています。ここでタイムです。大分ピッチャーを変えてきます。トムコ今日2番手としてマウンドに上がります。まずは1球目、真ん中低め決まってストライク。さあ1球目ストライクからシュートをしました。セカンド取った。3アウトになりました。5回の表が終わって4対4同点です。これから攻撃に入ります。大分今日2打席連続ホームランが出ている大谷、現在シーズン本塁打数トップに立っています。今日2打点を挙げています。入った第55号ソロホームラン、大谷見せてくれます。3打席連続ホームラン、初球から狙っていきました。これでホームラン数2位に4本差をつけました。貴重な一発を放ちました。鈴木今日3打席目、チェンジアップはボール、ノーストライクワンボール。ラウシュ今治療を受けています。あー、これは選手を交代するようです。ここでタイムを取りました。ダイヤモンドバックスピッチャーが変わるようです。ペーニャ今日3番手としてマウンドに上がります。そして2球目、アウトサイド高め打ったファウル、スライダー外れました。さあバッティングカウントになってチェンジアップ打った、ライナー二遊間抜けだ。鈴木送球の間に二塁へ、一塁送球間一発成、鈴木ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー一塁。今シーズンは好調なバッティングを見せる今村、今日3打席目インサイドギリギリストライク。まずは初球決めてきました。打った、バットのやや根元、ファースト掴んだ、一塁転送、一塁はセーフ。今日ヒットを放っているマット・タップマン、現在打率は3割2分8厘。まずは1球目ストライク、アウトサイド厳しいところ、まずは初球決めてきました。一塁へ牽制球を送ります。さあ初球ストライクから外角高め空振り、早くも追い込みました。ツーストライクノーボール、外のボールが待った、ワンバウン、タップマンセンター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁、インサイド低め見送ってストライク。さあ1球目ストライクからダブルスチールカウント、三塁線絶妙、サード掴んだ。さあ追加点のチャンスになったギル、これが3打席目になります。直球見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから流し打ち、ファインプレー、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。アウト、ダブルプレー。5回の裏が終わって5対4大分1点勝ち越しです。試合は後半6回に入ります。今日2打席連続ホームランが出ているジャスティン・アップトン、7月に入って早くも6本のホームランを放っています。今日3打点を挙げています。1塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。アップトンファーストゴロに終わりました。今日ヒットを放っているトニー・クラーク、現在打率は2割7分6厘。真ん中低め決まってストライク。さあ2球目ストライク、スライダーです。2ストライクノーボール、1つ外してボール。そして4球目真ん中落ちました。一郎落下点に入ってライト取りました。ツーアウト、クラークライトへのフライに終わりました。バッターはミゲル・モンテロ、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。低めギリギリいっぱいストライク。さあ1球目ストライクから内角見送ってボール、シュートはボール。さあバッティングカウントからアウトサイドコーナー空振り、2ストライク2ボール。さあ平行カウントになって外のボールが待った、取りました、3アウトになりました。最後はセカンドライナーに打ち取られました。6回の表が終わって5対4大分1点リードは変わりません。大分この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番ゴリ、7月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在打率は2割3分9厘。さあボールワンから決まった、ストライク、ストライク決まった、2ストライク1
ワンアウトです。今日ヒットを放っているイチロー、前の打席は同点タイムリー、現在の打率は3割2分7厘。さあ初球ストライクから、スライダー打った、二遊間破った、センター前ヒット、イチローセンター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー一塁、中下チェンジアップ打ちました、高いバウンドになりました。さあ1球目ファウルからインサイド引っ張った、ファウルボール、一塁へ牽制球を送ります。ランナースタートを切った、投球ボール、セーフ、判定はセーフ、盗塁成功。注目のゴリ、7月に入って
球目ストライクから打ち上げた、ちょっと詰まっている、低めの球打った、ショート取った、二塁へ、一塁転送、一塁はセーフ。今日はマルチヒット、一郎、これが5打席目になります。シンキングファースト見送ってストライク、そして2球目、これはボール、アウトサイドコーナー打った、二遊間抜けるラインドライブ、ヒット、センター前ヒットになった、一郎センター前タイムリーヒット、さあこれで2アウトランナーは1塁2塁、大分ダイソーを送ります、俊足のマイケルズ二塁に入りました、外側いっぱい決まってストライク、さあ2球目、これはボール、ワンストライクワンボール、シンキングファースト打った、三遊間抜けるラインドライブ、レフト前ヒット、ボールタッグアウト、9対4、大分さらに手を追加しています。ダイヤモンドバックス、この回は2番からの好打順です。先頭バッターは2番エリック・バーンズ、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。現在の打率は2割6分5厘、ファウル、強引に振りに行った、バッター追い込まれた、2ストライク1ボール、アウトサイド打った、センター中で掴みました、ワンアウト、キングセンターライナーに打ち取りました。今日ヒットを放っているチャド・トレーシー、メジャー通算100本塁打まであと8本です。今日4打席目、スタンドに入りました、ファール、さあ初球ファールからサークルチェンジ、外れました、ワンストライクワンボール、インサイド引っ張った、高いバウンドになった、ファースト掴んだ、一塁へ、記録はヒット、トレーシー今日2本目のヒット、バッタークリス・ヤング、7月に入って早くも6本のホームランを放っています。今日4打席目、さあ1球目ストライクから大きく外れてボール、ワンストライクワンボール、さあ3球目、ボール、ワンストライクツーボール、さあ4球目、ボール外れた、ストライク、アウトサイド厳しいところ、ツーストライクスリーボール、さあフルカウントから縦のカーブ打ちました、タップマン、これは定位置、キャッチャー取りました、トレーシー飛び出している、ヤングファールフライに終わっています。今日はマルチヒット、ジャスティン・アップトン、7月に入って早くも6本のホームランを打っています。現在の打率は3割3分2厘、さあボールワンからスラブ打った、ピッチャーから1塁送球、スリーアウトになりました。8回の表が終わって9対4大分、5点リードは変わりません。ここでタイムです。ダイヤモンドバックスピッチャーが変わるようです。ランスコ今日5番手としてマウンドに上がります。行ったか、どうだ、入るか、ソロホームラン、大谷なんと今日4本目のホームランです。初球から狙っていきました、これでホームラン数に5本差をつけました。10対4大分リードを6点に広げました。今日はマルチヒット、鈴木、前の打席は追加点となるツーランホームラン、現在打率は4割5分5厘、ショート取った、ワンアウト、鈴木内野ゴロに倒れました。今シーズンは好調なバッティングを見せる今村、今日はここまで4打数1安打、これが5打席目になります。三遊間抜けるラインドライブ、二塁へ、大分今日3本目のダブル、今村今日2本目のヒット、今日はマルチヒット、バットタップ、大分追加点のチャンスを迎えています。大分ダイソーを送ります、俊足のアンブレス二塁に入りました。外角低め打った、さあ2球目、ストライク、第3球は1球外してボール、外れた、ボール、ツーストライクツーボール、さあ5球目、カットボール打ちました、ショート取った、二塁タッグアウト、一塁はセーフ、前の打席でダブル
ールを打っているフリーマン、メジャー通算400本塁打まであと6と迫っています。現在の打率は2割9分5厘。外角見送ってストライク、一塁へ牽制。さあ1球目ストライクから、これはボール、外のボール球打った、スリーアウトです。8回の裏が終わって10対4大分、この回も1点を追加しています。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは指名打者トニー・クラーク、現在打率は2割7分5厘。3割1分6厘。さあ1球目ストライクから、これは見送ってボール、